咳払いでご挨拶いただきました。今日は元阪神タイガース監督吉田芳雄さんでございます。おはようございます。はい、今シーズンもいろいろお世話になりまして本当ありがとうございます。いえいえ、こちらこそどうもありがとうございました。今日はまた午後からオハパソタウンミーティング、はい、いえいえトラトラ文化祭ね、はい、ゲスト審査員と、はい、トークのゲストとしてまたご参加いただきますので、はい、お招きいただきましてありがとうございます。午後からよろしくお願いします。すいません、はい、今日はだから一日中、はい、タイガースの反省会および大シーズンへの夢ということでお願いすることになりますが、まずこの時間は今シーズンのタイガース率直に吉田名誉監督の総監督のご感想をズバリ僕はよくやったと思いますね。あ、そうですか。矢野監督80点。80点、はい。やっぱりね、5割からね、勝ち越したっていうのはものすごく大きいですよ。最後の6連勝がね、締めくくりましたね。これがものすごく大きな来年の自信になると思います。はい。クライマックスシリーズは前半横浜戦は良くて、はい、ファイナルシリーズでジャイアンツにトントンと負けてしまったんですが。もうね、神一重なんですよね。そうですね。はい。どの試合も神一重に見えました。そうそう。一つ変わるとね。そうです。まあ、そういう意味では、八重も、七重も八重も熱いかもわかりませんがね、その一重をやっぱりどう、打ち破っていくかというのが、来シーズンの課題ですね。はい。まあ、振り返るのもあれなんですが、はい、吉田さんの今年のシーズン前の順位予想は、1位阪神、はい、2位広島、はい、3位巨人、はい、ヤクルト、横浜、中日だったんですけどね。はい。まあ、実際のところは、巨人、横浜、阪神。はい。で広島中日ヤクルトだったんですけれど、はい、もう神一重のなんて言いますかね、混戦だったと思います ね、5.5 ですよ、首位と巨人と。いや、その戦力とかね、はい、いろんなもので見るとですね、はい、そう、やっぱりジャイアンツが頭一つ抜けてるかなと思って、別に原監督じゃなくてもあれは優勝するだろうと、そうで思えば思えんことはない、はい、ただ決めてなかったですよね、しかし、ね、はい。横浜の後半の追い上げもすごかったですし。そうですね。タイガースの最後の6連勝もね。そうそう、この6連勝は、今シーズンの一番成績のチームとして良かった、時期ですね。終わりに良ければ全て良しみたいな。もう少しシーズン長ければね。60試合ぐらいやっていればね。143ゲームでしたけどもね。はい。そんなスタミナあるんでしょうか。です。そういう意味ではね、はい、世代交代って言いますかね、もう完全に若手中心の、はい、チームに僕も変貌してると思いますんでね。特にセンター近本。そうです。そこからショート、木浪。この二人の新人はすごかったんじゃないですか。そうですね。それとキャッチャーのね、梅野が定着したっていうのは、これ要ですから大きいですね。大きいですね。はい。梅野のこの、キャイキャノンに勝るともを取らないセカンドへの走塁を指すね。そうですね。それから変化球でワンバウンドになる横に行くっていうボールをまあ、うまく処理した送球外ですよね。ね、止めますもんね。これは大きい成長でしたね。はい、ですからまあセンターラインの確率というのは今シーズンのテーマだったんですけども、はいはい、大体近本が来まして、はい、キャッチャーが梅野でしょ。はい、でやっぱり問題ショートですね。ショートですね。はい、さあ、そこです。はい。吉田さんご専門のショートなんですけど、はい、今シーズンはね、はい、まずその新人の木浪、はい、それからもう一回レギュラー狙ってる北条、はい、で、ベテラン鳥谷、はい、上田、はい、ソラーテも守り、糸原もあったということなんですが、はい、ずっと通してご覧になって、吉田さんのベストのショートは誰です、うん、やっぱりね、守備のベストというとちょっとクエスチョンですね、うん、ですが木浪と北条を比較しますとね、コーツつけがたいと言いますか、どっちもバッティングいいですよ、はい、守備にちょっとの基本的なね、補給に難があるということでね、やっぱりショートが良くないとね、うん、やっぱり優勝チームのなんて言いますか、センターラインの確率にはならないと思いますね。そうですね。来年の課題ですね。セカンドは糸原でいいんですか？いいと思いますね。まあ、上本がね、僕、毎シーズンあれするんだけど、故障するんですよね。惜しいですよね。吉田さんもずっと入った時からね、そうおっしゃってますよね。そうですね。いい選手ですけどね。
ですから、ここが、糸原でね、全試合出ましたからね、はい、ある程度安定してるんです。なるほど。しかし、今一つね、何かっていうか、何かを起こすというね、うん、ものが欲しいんですけどもね。だから、その、レギュラーとしては、糸原の安定感と、何か起こすということでは、北条のね、そうです。びっくりホームラン。そうですね。バッティング。まあ、横浜のスリランはすごかったですよね。ね、7対、8対7で勝ったゲームね。そうです。初戦ですよね。あのスリランもすごかった。広島戦で打ったのも。そう。印象深かったです、北条は。巨人戦も打ったん違うと、それぞれ打ってるんですよね。打ってるんですよね。バッティングはいいんですよね。この間、甲子園に最後の練習をね、はい、見に行った時にも、はい、矢野監督が、トスバッティングをしてるわ、内野を守ったりはしてる時に、ずっと北条を見てね、もう、この子はベンチの中でも声かけてあるし、グラウンドに出ても積極的にやるし、その、得難いと。だからちょいちょいポカーがなくなったらね、監督って言ったら、いや、それはこれからです、その一コマが向けたら、やっぱりね、経験っていうのがやっぱり生きてきますんでね、そういう意味では、今年のね、まあ、内野のに限らず、ちょっと守備のエラーが多かったんですが、ね、はい、これを糧にしましてね、来年をその、なんて言いますか、いい方向に持っていってほしいと、ね、そう思いますね。僕は大山もしっかりですね。大山君と高山君にずっと期待してるんですけどね。高山はね、もう僕は間違いなくね、はい、中心選手になってくると思いますか、はい。もうシーズン後半ね、そうです。1球目から積極的に行き始めましたしね。ボールを振らなくなってきましたんでね。ああ、なるほど。大山君は、はい、いや、さあ、どうでしょう。時々っぽくありますけど、でもね、矢野監督がね、ずーっと4番を、はい、続けてたでしょ、はい、で最後にちょっと外してね、うん、北条サードにやって木浪をショートって、はい、まあ、そうしますとね、また活躍するんですよね。ですから、なんかの壁を破りますとね、成長すると思いますね。大山ですか。大山。何の壁を破りましょう。やっぱりね、守備ですね。守備ですか。やっぱりスローイングですね。はあ。ですからね、そういう意味ではね、今度ややコーチ陣がね、うん、まあ、矢野監督のもとに中日色がちょっと出てるようですよね。ああ、湯野コーチとかね。そうです。臨時コーチで山本昌さんね。僕はこれがもう大きなね、一つの臨時コーチ。まあ、いろいろ我々タイガースで育った、選手としてはそう思うんですけども、スローイングということについてはね、藤浪のね、はい、やっぱりこう一つの開花といいますか、ものすごく大きなポイントになると思いますね。ですから山本昌コーチで。そうです。彼をね、もう藤浪をね、ローテーションの中に入れて、どんどん使っていかないとね、僕は V はないと思いますね。そうですか。どんどん使っていくと、どんどんフォアボールで、いやいやいや、どんどんデッドボールでって、守ってる方はイライラしません？いや、ですからね、はい、我々がやってた時はね、我々ピッチャー、コントロールが良かったんですね。で、フォアボール。小山村山ですもんね。そうです。フォアボール出しますとね、マウンド行ってね、お前ら何してるんだと、打たせと、打たさんと俺ら商売繁盛しないと、そういう会話をしながらね、打たせ、打たせ、打たせと、そういうこう、あうんの呼吸って言いますかね、まあ、そういうものがあるんですね、野球ってのは。そうですね。だからそういう意味のね、やっぱりリーダーというのは、内野に一人欲しいんですよね。なるほどね。誰ですか？北条やってほしいと思いますね。北条。北条。北条内野のリーダー。内野、はい。その今ね、矢野監督をベンチでそう盛り上げるということも含めてね、言ってる通りね、何かを持ってますよ。なるほどね。そうすると、ショート北条になるとですね、はい、木浪が。惜しいね、バッティング。どうします？やっぱりあれですか、原さんが言うように、DH 採用、いきますか、セリーグ。いやー、それはルール変えないと思いますね。変えませんか。まあ、そういう意味ではね、やっぱプロ野球の観客動員を見ますとね、はい、ワールド、ラグビーじゃないですけども、阪神タイガースはね、300万人のお客さんを。だって今年あれですよ、12球団の中でトップですよ、タイガース。これもありがたいですよ。ね、この成績で。いや、ジャイアンツ多いんですよ。そうですよ。ホークスより多いんですよ。そうですね。ねえ。もったいないじゃないですか。そうそう。これをね、やっぱり、
この期待を応えないといけないと思いますね。ねえ、で、来シーズンですか。そうです。もう課題多いです。多いですけど、はい、これ、ピッチャーはね、うん、その先発が足りないようで、めちゃくちゃ頑張ってると思うんですよ。うん、そうですね。特に、今年のね、5割を維持したっていうのは、もうリリーフの活躍というのは、もう大きな、あの、戦力でしたね。ねえ。森谷、小野、左の岩崎ね。右のジョンソン。はい。島本もね、おりましたし。はい、そうでした。はい。で、ドリス、藤川ね。なんと言っても藤川球児のね。こう最後ドルシを押しのけて ね、ストッパー務めましたし、はい、ノーミも勝ってる試合もね、負けてる試合も頑張りましたし、はい、ガルシアがもう一つ先発としてはね、おっしゃる通りですね、不満でしたけど、はい、もうローテーションが崩れたっていうのがね、はい、痛かったですね。まあメッセンジャー、メッセンジャーと藤浪ですよ。そうですね、もう藤浪ですよ、ね、両エースと言われた2桁勝ってたピッチャー2人いなくてですよ、そうです、西と岩佐と青柳が ね、一生懸命埋めてくれましたよ。青柳思い出しますとね、沖縄のキャンプを道場さんとブルペンで見てて、はい、いつも思い出しますね、はい、いいピッチングしてましたね。なんで勝てないかなと、ね、言ってましたね。いうことをやってましたもんね。なんかキャンプの時の方がコントロール良かったみたいですけどね。でもやっぱり急所してますからね、はい、で来て投球数にも足りてますからね、まあ、来年は中心、それってやっぱりこう、下っていうか、非常に、ちょっと異色ですんでね、これと上からの藤波がね、生きてくれば、それと左ですよね。これ、ピッチャーはものすごくこう、バラエティ飛んでますよ。ね、飛んでますよね。ええー。それで、ドラフトで高校生5人指名しましたね。そうですね。あれ、思い切った作戦ですよ。そうですね。横浜のね、はい。及川。ああ。あの左のピッチャー、ちょっと、あれ面白いと思うんですけど、どうでしょう。もうピッチャーがそれはチャンスあると思いますよ ね。ですからね、高校生は即戦力ということにはね、ちょっと時間いるかも分かりませんがね、今もそうじゃなくても十分戦力ありますんでね、はい、これしかしピッチャーたくさんいました。秋山も佐伯も。最近どうしたんですか。最近どうしたんかな。もう出る幕なくなりますよ。こんだけいるとね。それと高橋ね、左の。はい。高橋いいですね。勝てないだけであってね。はいはい。来シーズン期待ですね。そうですね、うん。ということはもうあれですね。40本打てるホームランバッターを、外国人選手をね。おっしゃる通りですね。はい、呼んできてください、吉田さん。そうですね。なんとかしていると。あれね、やっぱり大リーグで活躍しているね、外国人というのはね、やっぱりドミニカとかね、はい、ベネズエラとかね、はい、多いんですよ。ということは、そういう大リーグがみんな持っていった後に日本に来てるんですかね。そう ですから、広島とかね、はい、中日はね、ドミニカみたいなところに、常駐のコーチを、スカウト置いてますよね。アカデミーもあるぐらいですからね。そういうのをタイガースやっていただけません、そうですね、はい。それとフロントも含めてね、はい、そういうチーム作りをする、やっぱり選手をどうして入れるかというね、外国人というね。ゼネラルマネージャーいたんですか、はい、いやいや。えいやいや、年過ぎてますな。え年取り。いや、年関係ない。もう吉田さんが電話一本でね、あれ頼むわ、これ頼むわっておっしゃったら、みんな動きますわ。これやっぱり編成っていうのはものすごく大事なポイントですからね。そうですね、はい。そこをポイントにもう一つ超えましょうか。はい。最後にジーン・バッキーさんがね、9月に。82歳で亡くなって、吉田さんとしては小山村山さんとともに、そうです、64年ちょうど東京オリンピックの年にね、はい、29勝しましてね、はい、大逆転して、当時太陽でしたね、秋山土井のね、そうです、大逆転して9連勝後半しましてね、はい、で優勝して、だからその時をね、バッキーを思い出しながら今シーズンの最後タイガースの成績見てましてね、はい、大体同じような形になってきましたんで ね、まあバッキーの遺言かなと思いながら今シーズンの活躍を見てたんですけ ど、いいピッチャーでしてね、いいピッチャー、もう内野ゴロが多いんです、はいはいはい、ピッチャーというのはみんな新しいボールをくれていってね、審判に新しいボール、うん、今もう一球一球変えるぐらいの変えるでしょ、うん、バッキーはね、もう
黒いボールをね、自分で砂で、手垢つけて。ってね、ここで、ゴロを打たすんです、変化球を。うん、それの方が変化球が、投げやすい。はい。新しいボールより、ね、そうです。ですからね、力ありますからね、ゴロ打ったのがもう変化が難しいゴロが飛んできましてね。ああ、取りにくい。もうしょっちゅうエラーしてましてね。そしたらバッキーがなんでエラーするんかって言うんですよ。もっと取りやすい打球を打たせというような話ですよね。そういう会話はやっぱり一つのコミュニケーションになりましてね。よく頑張りまして。それぐらいいいピッチャーだったんですよね。100勝しましたからね。そうですね。もう力あるから、乱闘事件起こして、小指骨折して。そうそう、もう甲子園でね、思い浮かびますね。あ、そうですか。当時、荒川さんとね、うん、コーチと、はいはいはい、ね。王さんを育てた荒川コーチと。もう古い話ですね。本当にね。まあまあ、そんな思い出話をまた、今日午後からね、お願いをしないといけないんですが、そういうことで、今シーズンを振り返りつつ、来シーズンへの展望を吉田駅長さんにお願いいたしました。はい、またお昼から、はい、トラトラ文化祭でお願いいたします。はい、あ、ありがとうございます。はい、吉田義雄さんでした。はい、どうもありがとうございました。さあ、ですね、今度はちょっと声変わりをした電話出演の吉田さんなんでございますけれど、今日の健康道場は引き続き吉田さんにお話を伺います。もしもし、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。バッキーはほんまにコミュニケーションですよ。そうでしたか。ねえ、大事なことありましたですね。取りにくい、その内野ゴロ打たせるピッチャーだったみたいですね。そうですね。なんでエラーすんのやっていうことをよう言われましたですね。ああ、そうですか。はい。時に先日、ドラフト会議でね。はい。新しいタイガースの戦力として1位を指名した人、うん、関野さん誰か覚えてらっしゃいますか？西純也です。第一巡選択希望選手阪神西純也創志学園、うん、阪神日本ハム吉田高生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 阪神吉田義雄。なんで俺やな。87やで。いやいや、お屋敷もソロムコもな、お前ようやってくれたんですよ。じゃあ、はい、1位はね、西純也っていう、はい、創志学園のピッチャーでしたが、はい、西選手は掛布さんどんな印象ですか？下関国際の監督、笠原監督が随分と球数を放らして自滅したこと試合がありましたけれども、そうですか。ただ、藤田太陽という元阪神のドラ1のピッチャーがですね、ちょっと東京大学の方で練習を始めたみたいですけども、かなり、この気持ち的にただひいおじいちゃん同士が親戚っていうんで、ほとんど他人ではありますけども、ただ同じ西という形で、西君もですね、はい、西君って言って放送では困りますけども、うん、非常にこの支えにしてですね、はい、やっぱり高校球界のビッグ4ですので、はい、まあ、及川君もそうですけど、阪神にいい高校生が入ったってこと大きいし、その西君が新しい時代を今日吉田さんがおっしゃってたような、新しい時代が来ないといけませんね。そうですね。というわけで、今日の健康道場ゲストは、タレントの松村クリーノさんでございます。はい、おはようございます。お世話になります。ありがとうございます。あ、こちらは本当の吉田翔さんですよ。はい。松村さん。はい。全然衰えてませんね。ありがとうございます。思い出しました、私の喋り方を。いえいえ。ありがとうございます。40周年の、ね。新しい山田。うん。やりましたですね。しかし、松村さん。はい。ショートは誰がいいですか？いや僕はね、この先ほどの話でもないですけど、北条と木浪がもう切磋琢磨してほしいんですけど、僕はでも木浪のバッティング打つのもいいし、吉田さんおっしゃったように、やっぱりこう、ガッツのあるね、これムードメーカーでチームの内野の頃頭になってほしいですけどね、どちらも。そうですね。これまあ、話し始めたとね、キリがないので。はい。両吉田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。松村さんは、なんで、一時期、心肺停止で入院された時期ありましたけど、はい、体調大丈夫ですか？そうですね。2009年の3月23日が僕の第二の誕生日だと思って、なるほど。気持ちを入れ替えてですね、うん、
もう野菜食べたり、うん、お肉食べたり、朝早く起きてラジオ体操したりですね、うん、最近近所のお年寄りの方と交流を持ったりして、もう本当ウォーキングをよくするようになりましたね。あ、そうです。体重はベストですか？そうですね、80を切らないように、うん、とにかく90にならないように、うん、気をつけてますね。一時期は141キロという、うん、2005年の今岡の打点と重なってましたんでもう一時期今岡と9月の23日で141打点と141キロ並びましたんで、そうですか、はい、記録だ。80キロ台、はい、そうですね、すごいですね。やっぱ体重を二桁にするっていうことが、うん、こう大事だったんですね。なるほどね。命あってのモノマネ、命あってのモノダネですので。そうですか、はい。さて、その命あってのモノマネモノダネ、今月、はい、松村さんの舞台があるんですね。そうなんですよね、うん、はい。いつです？これがですね、ここにあります。12日そうですね、はい、12日大阪ロフトプラスワンでライブがありますね、はい、12日火曜日、はい、夜ですか？そうですね、ありますね、はい、ね、夜ですね、7時30分開演、はい、あ、7時半からですか、はい、ロストプラスワンウエスト、はい、添門町でありますね、はい、大阪中央区添門町、はい、三松ビル3階、はい、あ、何するんです？これやっぱりモノマネをもう中心にやりますね。なるほど。できたら85年に阪神が優勝したのも、うん、もう84年にあった TBS 系のドラマ、ラグビーの青春ドラマ、スクールウォーズの、うん、川浜高校で殴るシーンがあるじゃないですか。山下真司さん、滝沢健二さんが、はい、よーく考えてみろ、あいつも同じ高校生だろ、同じ背丈で頭なかったってそれの顔しなんだ、それがどうして109対0と差がつくんだ、何をやるのもいい加減にして一生強いのも守るの悔しくないのか、悔しいですっていうのを、はい、85年の阪神で吉田芳雄さんで南流江川に12対0で間違いないのや、お前らゼロか、ゼロの人間か、そう名門タイガースの名もして恥ずかしくないのか悔しくないのか、掛布悔しいです、今までは負けるのが当たり前だと思ってニヤついてごまかしてたけど江川に西本にやられてましたけど悔しいです。ちょっと悔しいのは誰でも総合員や岡田、お前悔しくないのか、あ、俺も悔しいですよね、やっぱりね、バッタシャリー3連発でね、絶対に決めちゃいましたよ、ね、やっぱりね、松村さん、松村さん、当日やることなくなりますよ、はい、それとかいろいろと混ぜながらですね、ノーサイドゲームのラグビーの青春ドラマだとか、うん、はいはいはい、浜畑のモノマネだとか、うん、広瀬さんっていうオールジャパンのね方がやってらっしゃったりとか、うん、まあ、いろんな野球の方のモノマネとか、うん、僕は大河ドラマが非常に好きなんで、明智光秀関係なんかも、やっぱり実は徳川家康、織田信長、豊臣秀吉という三英傑は実は明智という嘘の下で天下持ちが育ったんじゃないかという、なるほど、中途採用のスペシャリストのやっぱりよそから来た中途採用の明智光秀が時代を変えた部分の歴史の話なんかも、この人歴史強いですか、はい、タイガースとタイガードラマについてね語りたいですよ藤田さんですね、はい、芸能生活31周年を振り返るっていうことで、はい、ねえ、31番だから、掛布さん欠かせませんよね。そういうことやったらね、この川藤の話も出た、出た。急に川藤さんに変わってる。100年で211本、一郎は9月に売ってましたもん。そうだね。やけどやりたいですわな。ということで、はい、11月12日火曜日夜7時半から、はい、大阪中央添門町の三松ビル3階、はい、ロフトプラスワンウエストで、はい、松村邦弘さんの、31周年記念、はい、祝大阪で松村邦弘というのがございますの で、はい、そうです。今年は西で、何歳になりました松村さん、はい、お年はいくつですか？52、遠山庄司と一緒ですね。ああ山内出身でしょ山口です、遠山さんですね、お元気でね僕のふるさとと全く同じ状況、はい、そうですか、はい、学校隣なんです。あ、隣、そうなんですよね、はい、はい、いやいや、頑張ってくださいね、はい、12日。ありがとうございます。はい。いろいろありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そういうことで。お願いいたします。はい、最後までやって松村邦弘さん。